どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ皆さん今日は何の日か知ってますか？海の日。嬉しいですね。海の日がやってきました。ということは夏がやってきたぞということで、夏といえば海というかウクレレというか、まあいい時季節ですよ。ウクレレ始めるにはいいですよ皆さん。まだやったことない方すぐ始めてください。今日はね、海の日を記念して童謡の海を今からやっていこうと思いますが、この海入門コード4つなんです。ということは今日ウクレレを始めたばっかりの方もこの曲弾けますよということで演奏していきます。ひとまずは演奏します。この曲ね、3拍子ですからね、ワンブロックに3回弾くという、リズムの曲ですんで、やっていきましょう。ワン、ツー、スリー。海は広いな、大きいな。月が昇るし、日が沈む。海の日に海を歌うこの喜びです。ウクレレはですね、もうほんとね、簡単ですぐできて最高ですね。はい、今の入門コード4つということで、これね、初心者の方が当日覚えるコードでできるという曲なんですけれども、ぜひ皆さんウクレレまだ始めてないよという方始めてください。ウクレレの始め方は概要欄に貼ってます。この今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルで、すぐできますからね。もうほんとすごいから、はい、ぜひそこでウクレレスタートしてもらいたいと思うんですけど、今日見た今ね、実はですね、この本見ながらやったんですよ。はい、簡単ウクレレソングブックなんですけど、これ見て、子供と歌おうということで、これ童謡とかね、なんか子供と一緒に、おじいちゃんとおばあちゃんも一緒にセッションできるような曲いっぱい詰まってるんですけどね。はい、この本で今やったんですけどね、もうガズはね、もう本をたくさんも出版してるんですよね。いよいよ明日発売です。このオレンジ色の本、ソングブック5も出ますよ。はい、これにまつわるイベントも開催。これ無料イベントでどなたでも参加できるんでね、ぜひ皆さんウクレレ持って集まってください。23日今週土曜日博多、8月8日8月入ってからですけど、渋谷で HMV&BOOKS さんで誰でも参加できる、無料のイベント、開催します。詳細概要欄に貼っときます。こんな感じでですね、やっぱりね、人生はね、音楽と一緒に過ごすとすごくいいことがたくさんあると思うんですよね。しかもその音楽を聴くだけじゃなくて自分でやっちゃう。ぜひ皆さんこの夏ウクレレ、始めるのはいかがでしょうか。始めてる方はですね、ぜひ周りの方にね、ウクレレ本当楽しいよ、夏だし始めないって言って、この海から始めるのもおすすめです。入門コード4つですから、このコードはね、もう本当簡単ですから、まずそのガズレレのレッスンプログラムの第1回目でね、習うコードだけでできますよということですね。ぜひ今年デビューする方が増えるといいなというふうに思っております。ガズレレもね、日々簡単ウクレレレッスン動画もうどんどん公開してますね。もうね、2000曲以上のね、課題曲取り上げてますからね、ぜひいろんな動画をフォローしてみてください。それでは楽しい2023年の夏に育てていきましょう皆さん。はい、また引き続きガズレレ YouTube チャンネルの T シャツとかありますよ。これ新しい T シャツですからね。はい、こんなようなことのご案内もね、ウクレレもね、 G ラボのウクレレと、概要欄に貼っとくんで、ご興味あればいろいろちょっとチェックしてみてください。それでは今年の夏は盛り上げていくぜ。バイバーイ。